お疲れ様スロットです。今日それはこちら高回転深海ソードやっていきます。さあ深海ですね、登場して、まあ、だいぶ時間が経ったんですけども、まあ、評価的にはまあ中の中みたいなとこですからね、そんなぶっ壊れでもなく、まあ、超弱いかって言われるとまあそんなことはない。ただただウィザードの代わりがね今はいっぱいいるっていうイメージがあります。はい、まあ着衣とかファルチェとか他の5コスで優秀なカードあるし、まあそれこそね3コスのリトルプリンスか、はい、まああれはぶっ壊れなので、まあウィザード使うぐらいなら他使うよねっていうので、まあそんな使われてはないね。まあ大会とかでデュエルルールでギリ使われるぐらいかなというとこですね。まあ弱いわけじゃないんですよ、うん、まあ単純に真珠門のボイドに弱い、はい、それに関して弱いです。ワンチャン突破できん、頑張れ。いや激の竹さっきたで、これ延命しようぜ。いやマジこれえっ、いやもうボイドボイド、いや俺のことないとマジ無駄。いやボイド強えんだよ。え許されたいやーボイドだけで止まんのやばいか今の。やっぱ入らないな普通に。よかったビビらせんなよな。さあというわけでなんか相手のデッキは珍しいね、まあ、ラバっぽいんですけどちょっとラバじゃないみたいな。あごめんなさい下手。えナイトボンバースケドラバルーン、いやラバルの進化ナイトなのかなみたいな。さあラバですね。まあラバに対しては進化ウィズ重要じゃない、まあ、あと攻め迫撃で攻めて楽したい。これボイド打ちゃよかったな。いやーマジさ強すぎる。俺も打っちゃうかな突破したい、削りたい。待ってインドル強すぎる。あ終わった。いやお前が救え。ちょボイドが下手すぎる、まあ、許してください本当に結構使ってんすけどね、こう見えてこう見えて結構使っててこれなんで、まあセンスがない単純にボイドのセンスがないだけなんで俺。いやーマジであれだなボイド強すぎるな。さあウィザードも頑張っている。ウィザードこれ出したらすぐね進化ウィザード回せるんでガンガンいってんじゃね。タイミングかぶったのでかい。まあボンバーとかも出したいか。いやまあ強すぎんな本当に本当に強すぎんだよな。まあでもここは深海図で全回収できそうで、これを何があっても延命しないといけないね俺は。それだけは分かってます。はい、この状況は何があってもこの深海ザードとこの進化撃を延命すれば勝ち。でないと邪魔なんでぶっ飛ばす。これマジさ一生延命したら俺の勝ちやで。延命しろ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 、やばい、うわもう延命できんやん。え本当に強すぎるんですけどボイドくん。このデッキだと特にね陸行きが少ないので、え待ってこれもしかしてボイドウッドトルネ圏内ってやつじゃないですか。ふいえ気持ちいい。さあウィザードね、いや悪くねえなマジで。ボイドをまあ対策できればか、まあ、打たれてからでも出せるんですけど、このスケの枠をゴブリンにした方が強いかもな。ゴブリンにするか、ゴブリンでいきます。さあボイド飛来心できればもっと楽に勝てるんじゃないでしょうか。よろしく。まあ相手がボイドなかったらねそんな意味はないんですけど、まあ言うてゴブリンね陸行きも優秀だし、流行りのゴブリンドリルとかにもまあ強えよと。いやこれ強えな。おい、さあ今までだったらありえない。インドラも突破していきます。いやーまあそれはねめんどいので攻めちゃおうかな。まあ迫撃まで行っても面白かったりするかな。面白くねえかこれこれは面白くねえか。
まあウィズでボイドやめてくれ。ああ終わった。マジさ、ボイド対策にさゴブリン持ってきたのに攻めで作っちゃったよ。めっちゃ強えな。もうちょいタワーの近くに置いてても内側にいい感じに撃たれちゃうもんな。まあ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 こんぐらいのダメージなら許せるんじゃない。どうせ次進化迫撃と進化ウィザードね、ダブルであるんで俺もう一枚使え。使わねえか。いやーケツラバとかとかぶれば嬉しいがかぶんないね。インドラね。いやめっちゃいい受けされてる。いやでも入る、でかい。しかもぶっ飛ぶぞ、ぶっ飛ぶババ。やばい、それならやだ、延命したい。さすがに進化劇なんでさ、私今イコブリ優秀すぎる。でかいこれ、追いついた。このインドラ無視して右も行っちゃう。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。でこれでえインドラタワーはあれか、ババに頑張ったから疲れちゃってんな。いや問題はこっからよ、削れんのこれ。これ削るの難易度高いか。まあ、ボイド削りもちょっとあります正直。まあでも相手ボイドだったんで俺これ延命すれば勝てそうで攻めちゃう。いやそういうこと。なんで延命は俺の延命どこ行った。いやだもうこれかボイドがあるんですよ、まあ、迫撃でもよかったか。いやしかもウィザード残ってるんで地味に残れよ。 OK。 いやいいインドラや。陸さえ突破すれば相手の方がきつい。もう一発 OK。 いやこの一発でかい。しかもウィザードをねマジで相手これボイドで処理できなかった時に終わる。なんならボイドを誘えるしな。おもれ一の宝石。やべえな。ウィザード回さなきゃ終わんな。いや、いいよ。ボイドあるかんな。結局ね。いや、ボイド強いよ。敵のボイドもやべえけど、俺のボイドも強え。大体ボイドザップね。いやウィザード突破できねえよ、進化使ったし。鬼の飛来神まだまだ回んないもんな。何があっても延命してやる。お前だけはなんでやねん。なんでそれで突破されんだよ。いやちょっとでかい、美味しい。釣れる？まあ釣れなくても、いやこれ入るね、でかい。いやしかもそっちに打ったら迫撃がでボイド圏内や。おいナイスナイスナイス。まあタイラはちょっと相性いいな。またラバ来ねえかな。いやゴブリン良かったな。これ好きだったらさ、ウィザード延命もできてないし、ちょっと変わってたかもな。時代はゴブリン。悪くないね。さあ、まあ雑にウィザード割いてもいいね。進化2回に1回なんでね。やっぱ出しまくんなきゃな。おー、ぽいか。まあドリルっぽいね。一発くらい殴ってこい。よしよしよし。いやこれまあドリル、テスラ来るからワンちゃん。いい竹です。ここのさウィザードちょっと強くない？やられたもんノックバック。
平井心できた。いや意味ねえか。いや意味ねえけど、なんか平井心しちゃうよな。やばすぎるそれ。アホ。いやマジでアホ。いつまで強い。本当に。え、枯渇か。まさかの。いや。熱い、これドリルじゃないの、でかすぎるわ。え、ゴブリンドリル来てないよな。え、でかい。ゴブリンドリルじゃないのでだいぶ戦いやすくはあるが、ポイズン削りされるのも嫌なんで、右にシフトチェンジするのもあり。テスラの、まあ、ドリルの枠がゴブリンバレルみたいな。バレルね、ほぼ無視できるかな。いやこれ美味しい。まあまあ、いや、いいアイスピやな、うん、よくねえアイスピでしたね。なんでそれが入んねん。いやー削っていくか、ボイドで。まあちょっとしか入らんが、やだそれ。飛来心でちょっとダメージ減らす。いやーその棒うめえな。一発、うわでっかこれ。ふざけんな。ロケットだと思ってるやん、あれ。えらいな。はいこれね、こういうことよね。いや、相手ボイドポイズンなんや。おもろいな。ちょっとうざそう、このウィザード。あー強っ。いやボイドアホ強くない？それが可能ですかよ。よし、それは読んでますよと。竹取ってるよ。でけえ、これ許容できます。しかも俺深海図テスラ。いや、熱い流れは。テスラまずぶっ倒す。で、ぶっ飛ぶ。熱い。延命したい。一発。うわ。マジ、あいつが来る。あ、そっちならいいや。あぶねー。削る一発やばすぎる。トレネ便利すぎ。負け筋きた。進化スケドリームみたいな。おい、白撃が入ってゆく。さ、まさかのね。枯渇、もうドリルでええやんっていう。まあ枯渇好きなんだろうな。もうデッキパワーが違いすぎて楽すぎたな。バレル進化ウィザードもね、ノックバックあるんでね、シールド破壊時それをもうちょっと利用できたら強えんだろうけど、なかなか無事。ああ、お、まあまあボンバー使ってくれましたよ。いやまあこれウィザード取るねでボコボコにできねえかな。ワンチャン取るね、来たら終わるっすね。いや、ちょっといいボイド。コウモリ処理が。さあ、ゴーレムダックでね、
いや、ダクネは新クイズでボッコボコやぞ。あー、その話は違う。ボンバーここに。いや、いや、分かってたのに。いや、ノックバック？いや、次よあんた。え、終わった。なんか負けそう。エリポン壊せてね。ゴブリンになったことでちょっと回転重くなっちゃった。これやっぱ。いやでもライドラいなきゃいいな。ライドラいなきゃ余裕で勝てそう。なぜなら進化迫撃がある。リザードマルカンだ。スケドラかコウモリ。元気できる。落ちんなよ。たまにこれで落ちるみたいなおもろいことあるから。よし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 。あー、エリポン平石にしてくんや。いやーでもこれ突破されんの。まあ、巻き筋はいや、ぶっ飛ぶ強い。完全も失敗してる。あっつ、これあってもいけ、働け、ぶっ飛ばす。でウィザードか。いやウィズね、後方盛りとかに強いんだよな。でライダル完全嫌すぎるんでさよならしてあ、また出会ったね、久々の再会。ケツゴレ、そんなの許すわけなく。なんでやねん。え、うまいな。なんかちょっとうめんだよ、ボンバーの使い方が。なるほど。終わりそう、あの俺の攻めで。やばい、チンパン極めてる。いや、これ耐えたらさ、ボコボコにして煽り散らかしてもいいってこと。きついか。ライトラの感電。うわー、鍵煽りされた。やばい、進化ミス。お前ゴゴスで何やっとんねん。あは食らってる。スタンプでごまかしとっか。わー、まあ、勝てたな単純に攻めすぎたか。進化ボンビー強えな。なんかどんないい完璧な攻めの流れでも思ったより止まっちゃうね。私はここは守ります。頑張ってウィザードを回します。そして平井心もいる。やばい。お、エイムはいい。お願いボイド来いよ。たまにファイボーとかやめて。最悪。いや、いい、ファイボーザップみたいな。落ちがなけりゃ、てかザップあるか、さすがに矢の雨か。まあウィザードなんか耳残りいるし、やっちゃってもいい。まあ打っ
と打っとくか、削っときましょうかね。まあ楽して、もう一発惜しいね。さあでもファイボってことはよ、ウィザードシールド付きなんで、えファイボでまず盾が解けるで、ザップで解けるわけない。矢の雨でもここの新クイズ最強説きた。え相手がボイドじゃなけりゃここは絶対守れます。じゃなけりゃね。いや違いそうだな。あー矢の雨で溶かしてからのみたいな。ミリ残り、いやビッと当たってね。あれ墓石ついよ嘘って言ってくれよ。もうちょっと左も見ていくか。スケドラメガゴか。ファイブ使った。え熱いんじゃない。墓石が強すぎる。さっきからぶっ飛ぶよ。ほどほどに。ババ来てほしいんだよな。えそんなラバ怪しくない。やだね。いやこれもう一回4個作撃置いて防衛にコスト使わして新回数で守る。いやこれ絶対突破できない。なぜならシールド持ってるから。いやこのシールド便利すぎるんやけど。スケドラ、えシールドファイボにめっちゃ強いな。ファイボにだけ。延命しちゃってね。いやボイド打っても良さそうだが流れいいんで、まあ無理しなくても良さそうか。またババが来るかな。でも絶対突破されません。なぜならシールドがついているから。いやこれシールドずりな。延命したい。え、でも迫撃入ってるわ。ってことはボイドで削れます。ほい。いやラバとゴブ大型しかいねえけど、ちょっとウィザードが刺さってはいる。お、この人あれやね、枯渇じゃない。枯渇クランだし、多分枯渇ちゃんです。はい、テスラ枯渇みたいな。端前プリンが来てナイトで受けて迫撃置いて、禁忌できんのかな。おおできるんや。だが強すぎてね、どうなんのかって思ったけど。よいしょ、スケ型ね。回転早めだね。あ LSP 回転早めだね。うん、テスラ強いよ。スピリットワンパーン。えてか普通のタワーや、珍しい。まあ端前プリンかな俺の。あとはロケ削りか。まあスケーなんちゃらスピか。陸気がそんなあるわけじゃないんで相手。まあまあ水でね、まあ、打たなくたっていい正直。これだけでめんどくさそう。ナイトからのが強えな。おおロケか、えら一発ちょっと強いウィザード
ウィザードってスピリットワンパンできるんですよね。で最近ボンバーもスピリットをワンパンできるようになったからちょっと強くなったみたいなとこあるんで、君は頑張れるよ。マシュマイプリンやだな。いや、ぶっ飛ぶよこれ。え、ちょっとおもろい。いやでも迫撃にロケ打ってが強えな。マジウィザードちょっと強えウィザードちょっと強えのマジでおもろいんだけど、スピリットに刺さってる。うわうまいなそれ。ボイド強。まあえロケなんだ。めっちゃ徹底されてんなロケ防衛。立て付きです。あーで一発延命できたら結構熱そうだけど、うちのウィザードはシールドがある。でかい。これタゲ外れてる。いや結構いいな流れが。うまい。その延命プリン溶けるマジ強くない。ボイド、え、てかタゲそっちなの。なんかボイドが結構いい味出してる。おもろい。深海ウィズも悪くない。それは強い。 いや負け筋は、まあ、プリンとかか。耐えれば勝ち。トルネ削りも入れてボイドで削って陰キャすぎるからやばすぎる。進化ウィザードちょっと良かったか。なんかスケとまあゴブにもワンパンできるか。本当にちっこいのに対して強いな。いやこれに関しては MVP ウィザードあげてもいいんじゃない。まあボイドにもあげたいけど、ウィズが相手の1コスねしばきまくってたんで、まあ盾持ってるからロケもなんか打つに打てないしみたいな。だいぶ良かったっす。さあなんか勢いすっげえやつきた。もうなんだろう。ゴルダクネか。おーババね。ラバーゴレスケラ系なんでもあります。おやちょっと珍しいウィザード、エリポンゴレやないですか。ウィザードを使うか悩んだが、お許容か。でエリポンだな。エリポン買うのかーい。
え、これババなんでコースト咲かせるわ。ほい、スケドラ咲かない。コースト咲かしたかったけど咲かない。後ろにババが来ても焼けるしな。お、こんにちは。ぶっ飛んでください。なんか金ギスレイ買ってこれも。よくわからんトレーニングした。まあいいか。ウィザード強いよ。なんだこいつ。はい。まあババが来ても焼こうぜっつって。ババからのヒーラーまで来たらちょっと話変わるな。時間稼いでウィザード出したい。え、待って、相手のウィザードがめっちゃ強いやつ。耐えれる。いや、これでタワー折れるのもったいなすぎる。ほえー。608か。いや、シャシャティナイトしちゃったな。でも私は進化ウィズ。なんならライトラスト速落とせる。落としたいけどな。落とせるか。あ、落とされんのか。やべ。終わったな。それ強くね？だからまずい。まずい。この11がまずいか。もしかして。俺これ削れねえ。やべえ、やってもうてるこれ。マジやばい。早くしばいてくれ。いや、まあボイドがあるのはいいんだけど、相手もこれボイド打ってくれよ、ウィザードに。ほい。なんで打ってこんのよ。なんで打ってこないのよ。お、すかし、ボイド来てる。でかい。やべ。いや、まあ守りは勝ちたかんな俺。冷静に。守りゃあね。あ、ボイド削りもあるけど怖えか。吹き飛ぶよね。やべ、ね、結構でかいこれ。もうそっち行ったしかも。あっつこの迫撃入んの。3じゃないよ。このボイドでウィザード延命もでかい。でもこっちが入りそうで怖い。さすがにキング行かれないか。ビビった時はボイド。いや、マジボイド強すぎる。さあ時間ない、勝った。やば、最高だな。ボイドで、ボイドで警戒でユニット固めてきてもウィザードで焼けます。いや、めっちゃいいやん。はい、外れ。さあ、というわけで高回転ウィザードね、いや結構良かったな。あとゴブリンにしたのも、まあ、正解だった気がしますね。やっぱ延命できる、まあなんか何でもね、平石にできる方がないと結構ウィザードね、やっていくのがきついかなと感じました。まあ皆さんもね、高回転ウィズやってみてください。ちゃんと効果もオンシャスさ押してまたね。